Hello everyone, this is Kaleshi Shano. 2021年新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。遅れましたが新年のご挨拶です。まあ、年末バタバタしていたのとちゃんとしたお休みっていうものを取りたかったので勝手に取らせていただきました。毎年はやってないんですけど、前回もやったことある書き初めやったので、そちらの映像をご覧ください。ウォーミングアップもお手本もなしなので手が震えていますが、最初に書いた四字熟語は新春万福です。ちなみに下の下敷きは六字用なんですが、それをガン無視して四字熟語を書いてます。で、ここね、最大のミスを私は犯します。ああ、一番大事な払いが下からになっちゃってる、ありえないと思いながら続けて書きます。全部一発で書くっていうことにしたので、そのまま続けて書いております。新しい年に幸せがたくさんありますようにと願ってね。漢字間違えていいけど書けました。ここで反省会が始まります。なぜ下から払いをするのか、 Why? と自分を問い詰めてます。次も書いた漢字ほぼないので少し不安なんですが、原点回帰、物事を始めた時に帰る、初心を忘れないで忠実になりたいなと思い書きました。そもそも自分は何をやりたいのか、何を優先すべきなのか振り返って意味のある一年にしたいです。今回もちょっといろいろミスしちゃってね、バランスが悪いだの、この回も What is this? って感じだし、ここ右上がりになってないから Oh my god、点の漢字も大きく書きすぎてアンバランスですが、次進みます。次はあの漢字です。令和になったのは去年ですが、あまり実感がなかったので今回書きました。ただ画数が少ないとさらにバランスが悪くなる気がする、悪目立ちしちゃう。特にこの和が離れ離れに書きすぎて少しブチャイクですが、まあ書けました。次の四字熟語は一番私らしいかもしれない。勇猛果敢、強い決断力を持って物事に取り組み推進する。決断力と行動力の大切さを学んだ一年だったので、時には強くいること、勇気を持つことも大事なので、それを生かしたいです。この一文字目、力が立派すぎて大きすぎますね。スペースなくなっちゃってお皿もかけなかったし、ここクラッシュしちゃったし、果物のこれもちょっとバッドです。はい、次は誰もが望むサムネにもあった心機一転、やはり2021年は気持ちが良い方向に変わること、希望を持つことが大事なので、新しいフレッシュな気持ちでスタートしたいです。ちなみに声カスカスなのは真夜中ボソボソ携帯に向かって音声撮ってるからです。キーを書くのが初めてだったからアンバランスになっちゃったけど、他はまあ慣れてる感じでした。書いた後立って見直すんですけど、立つと距離があるからさらにミスに気づきます。そして次は四字熟語でも何でもありません、とても個人的な目標であります。弁当作り、いろんな栄養満点のお弁当を作って自分を養いたいです。引き続きお弁当を作るよっていうことなんですけど、書いてみたかった感じです。最後の書き初めは昇門来福、今年も笑顔が絶えない一年にしたいなって思っています。もちろん脳みその中で分泌されるホルモンとかいろいろあると思うんですけど、やっぱ笑うとね、何でも乗り越えられる気がしたので、一緒に笑う人がいること、笑える空気があることは当たり前じゃないけど大切なんだなと去年一番辛い時に実感したので、今年もたくさん笑って幸せな一年にしたいです。ちなみにこの門松は、門松じゃない、ちなみにこの門構えはよく書いたので慣れてるんですけど、服が他の漢字は微妙です。以上で私の習字タイムだったんですけど、久しぶりに筆持ったから楽しかったし、でも続けないと腕って落ちるんだなとひしひし実感しました。今年もいろいろやってみたいなってことがあって、今まで腕立てが一向にできなくて、
本当に嫌だったから去年は腕立てを特訓してできるようになったんですけど、今年は毎日腹筋を100回やります。今のところ続いてます。もう毎日腹筋100回ってセットで分けるとそんなにすごい数ではないので、もしかしたら後々数を増やすかもしれない。でも今のところ100回にしときます。あとは今年中にできれば運転免許も取ってみたいです。絶対無理だと思ってて、最初苦手なんですよね、この間の感覚とか。何もないところで転ぶし、電柱にはぶつかるし、ガラスのドアにゴンって何回も当たったことあるから恐怖があるんですけど、ちゃんと勉強して取ってみたいです、できれば。あとは見た目の変化が欲しいかなと思います。今日ね、髪の毛巻いてるんですけど、ヘアアレンジとかも勉強して、垢抜けってほどまでいかないかもしれないけど、見た目の変化だったり、何かしらとスキルを家にいる時間活用して身につければいいかなと願っております。今願うだけじゃ何も叶わないのよ、自分が何かやんないと。去年はピアスを開けたので、今年はまた何か新しいことに挑戦したり、それも記録として動画に撮ってみたりしようと思います。私髪の毛染められないから、いつもと一緒って感じで多分見飽きちゃうと思うのね。見てる方も何かしらと楽しんでいただけたらいいなと思っております。あとはパーソナルライフも充実させたいし、去年は仕事と勉強と YouTube とでバタバタだったので、もう少し自分の遊ぶ時間とか、スイッチやる時間とか、読書の時間だったり、自分に使う時間を設けたいなと思っております。いろいろ目標とかあったらいいな、こうやったらいいな、理想はあるけど、見ていて楽しい動画を作りたいです。それはいつもと変わらずある軸なので、今年もそのブレない軸を保って動画制作続けていきたいです。去年は予想不可能な1年だったけど、その教訓を得て悔いのない、心残りのないような1年にしたいです。1年後この動画見て、私含め皆さんも笑って、あ、こんなことあったねと振り返ることができればいいなと思っています。笑顔あふれる健康でハッピーな一年になりますように、皆さんも素敵な一年をお過ごしください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。まだ登録してない方は今年登録してみるといいかも。ではまた、バイバイ。